ワルツ、女学生作品191は、エミール・ワルトとイフェルの作曲したワルツ。広く使われている、薬代、女学生は、現代のエストディアンティナを、両性同型名詞エストディアンテの女性型と、誤ったものと考えられる。ポール・ラ・コームの作曲した同名の重唱曲や、スペインの俗用を素材として、1883年に、作曲された。当初ピアノのために書かれ、 その後現在親しまれる還元楽板が作られた。スケーターズ・ワルツなどと並ぶワルトとイフェルの代表作の一つである。テンポ・ディ・バルスに長々、2長丁、三、四拍子。カスタネットが印象的に用いられる。ワルトとイフェルの他の作品や、ヨハン・シュトラウス二世の作品の大部分と同様に、複数のワルツがポプリ形式で連なっていく。 各部分は三部形式を成している。ワルトトイフェルが多くの作品で用いた大規模な助走とは異なり、主題の動機を用いた短い前奏で始まる。お使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。ありがとうございます。